本日はチャレンジ&ムーブ多様性の輪を広げようオンライン配信をご覧いただき誠にありがとうございます。まずはじめに本イベントについてご紹介いたします。品川区は東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会が掲げるビジョンである多様性と調和の実現に向けて、これまでパラスポーツをテーマとしたイベントを実施してまいりました。東京2020大会は閉幕いたしましたが、共生社会の実現に向けて多様性の輪を広げたいと、そんな熱い思いを込めてこのチャレンジ&ムーブを開催してまいります。本日はスペシャルゲストとともに新たな挑戦、そして心の動きを堪能できる時間を皆さんにお届けできればと考えております。本日司会を務めます笠井美穂と申します。どうぞよろしくお願いいたします。そして事前の告知情報に関しまして一部誤りがありましたので、ここで訂正させていただきます。事前告知の中で和合由依さんの生年月日2008年1月8日と記載しておりましたが、正しくは2008年1月10日の誤りでした。大変失礼いたしました。それではまずはじめに主催である品川区の浜野武史区長よりメッセージを預かっております。どうぞご覧ください。皆様こんにちは、品川区長の浜野でございます。チャレンジ&ムーブオンラインの配信をご覧いただきまして誠にありがとうございます。東京2020大会は終了いたしましたが、区では引き続き共生社会の実現を目指してまいります。本日のイベントはパラリンピック開会式で世界中に感動を届けた3名の方に共演していただきます。開会式のパフォーマンス「片翼の小さな飛行機の物語」で主役を演じた和合由依さん、品川2020スポーツ大使義足のプロダンサーの大前光一さん、車椅子ダンサーの神原健太さんです。今宵限りのダンスとトークショーを存分にお楽しみください。どうぞよろしくお願いいたします。それでは区長からもご紹介がありましたが、東京2020パラリンピック開会式で素晴らしいパフォーマンスを見せてくださった3名の方のパフォーマンスご覧いただきましょう。神原健太さん、大前光一さん、和合由依さん、それぞれのパフォーマンスの披露です。皆様どうぞ最後までごゆっくりとお楽しみください。これから吹く曲は「Amazing Grace」という曲です。この曲は、パラリンピック開会式のキャストに応募するときに一次審査で披露した曲です。聴いてください。ざいました。はい、ありがとうございました。皆さんもね、応援してくれました。品鴨ビーチやたたまもありがとうございました。さあ、ユーフォニアムを演奏していただいたのは和合由依さんでした。はい、そして後ろで応援してくれましたのは品川区の3競技の応援キャラクターの品鴨ビーチやたたまでした。3名のパフォーマンスご覧いただきましたが、いかがでしたでしょうか。それぞれの皆さんの個性と魅力とたくさん詰まっていたかと思います。さあ、それでは改めて本日のゲストの3名の方お招きしたいと思います。義足のプロダンサー、そして品川2020スポーツ大使の大前浩一さん、そして車椅子ダンサーでパフォーマーの神原健太さん、そして最後に和合由依さんの3人です。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。衣装を着ていらっしゃるので華やかにもなりますね。それではまず最初に皆さんに配信をご覧の方へのご挨拶をお願いします。大前さんからお願いします。はい、皆さん、品川2020スポーツ大使、そして義足のプロダンサーのカメラそっち大前浩一です。カメラが今日たくさんあるのでよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では続いて神原さん、一言ご挨拶お願いします。はい、車椅子ダンサーと、車椅子サーカスパフォーマーの神原健太です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。では最後に和合さん、一言ご挨拶お願いします。はい、東京パラリンピック開会式の片翼の小さな飛行機を演じました和合由依です。今日はよろしくお願いします。はい、皆さんよろしくお願いします。で本日は生配信ということで YouTube をご覧の皆さん、ぜひコメントや感想などもお寄せください。さあ、早速ですけれども、このお三方お揃いで聞きたいことといえばこちらではないでしょうか。このテーマです。はい、東京2020パラリンピック開会式ということで、いやーね、もう世界中で注目されたパフォーマンスだったかと思いますけれども、今ね、自己紹介でもお話しいただきました主役の片翼の小さな飛行機を務めていただいたのがまず和合さんですね。そしてこの小さな飛行機が羽ばたいていくときに後押しをするパフォーマンスをなさっていたのが大前さんと神原さんということで、奇跡のコラボですね。本日は皆さんお揃いいただいたのが本当に嬉しい限りですが、はい、嬉しいです。ねえ、大舞台ですよ。じゃあちょっとまず和合さんから舞台に立った感想はいかがでしたか。はい、演技をしている間はすごく緊張しないで演技ができたんですけど、待っている時間がすごく緊張して、でもすごく楽しんで演技をすることができたので良かったです。やっぱりね、舞台に上がるまでが一番緊張します。バクバクしちゃいますかね。はい、神原さんはいかがでしたか。そうですね、僕もやっぱり一番緊張したのは待ってる間でしたけど、でもたくさん練習したし、なんかいろんなステージにも出させてもらって、なんかこう、僕リオパラリンピックの閉会式出させてもらってますけど、時はなんか悪い緊張でしたけど、東京パラリンピックの時はこういい緊張、集中するための緊張みたいな感じでしたね。緊張がパフォーマンスを上げる方向に働いて、そうですね、なんか集中に働いてっていうところまでできたと思います。なるほど。では大前さんはいかがでしょうか。はい、僕は疲れましたね。すごい疲れました。それはどういう疲れなんですかね。体力的なことなのか。はい、もうね、言い出したらキリがないですけど、いろいろね、疲れました。会場が広いでしょ。いや、そうですよね。そうね、なんかこう歩き回ったりとかするとね、縦横無尽に。はい、でもね、やっぱりね、それ以上にやっぱりみんなでね、こう一丸となってやっぱり成功させようっていう気持ちの方が強かったので、当日は雨でしたけど、それにも負けず、僕らのパワーの方が勝ってて大成功したと思います。はい、これはそもそも、皆さん出てくださいというオファーがまずあるわけですよね。この決まった瞬間っていうのは、じゃあこれまた大前さんから聞いていきましょうか。オファーが来た瞬間の気持ちってどんな感じなんですか？そうですね、テレビ向けとかを考えずに言うと、当然だろうと俺を呼ばずしてっていうことですか？そうですね、はい、これ面白い方に撮ってほしいんですけどはい、嬉しかったです。はい、はい、しかるべき配役ということでしょうか。神原さんはいかがでしたか？ですね、勘違いされてる方多いんですけど、大前さんとかも僕も普通に公募でウェブサイトから自分でプロフィール入力して、自分で撮った動画の URL を送って、で書類選考で OK が出て、次実際に演出家の方とかの前で踊って、それで合格がいただけるっていう。なので全員公募でオーディションなんですよ。オーディションなんです。審査をされましたからね。そうです。今日もその審査をしたい人がね、会場にいたりするんですよ。あら、神原さんも審査てっきりね、もう出てくださいっていうことかと思いきや、全然だから皆さんと同じです。フェアでで、合格のメールが来た時は、よかったっていう、出れるなっていうのと、あとはコロナとかの影響だったりして、不安、本当に開催されるのかどうかだったり、自分が出ることは、そうですね、最終オーディションが終わって、結果が出る直前で1年延期が決まったので、結果が1年先延ばしになって、結果が出てからじゃなくてっていうことですか？じゃないんです。最終オーディションのパフォーマンスした後の1ヶ月後ぐらいに1年延期が決まったので、結果保留で1年間ぐらい経ってやっと合格連絡をいただいたので、自分のスマートフォンの前で踊りましたからね。だから踊りますので審査すみません、よろしくお願いしますみたいな。へえ、そういう経緯があっての舞台だったと。はい。で和合さんも公募の中から5000人から選ばれたんですよ。どうでした？合格です。いや、もう本当心臓バクバクですメールだったんですけれど、すごく毎回長文で、それをゆっくり下にスライドしていったら、見事審査合格しましたって書いてあって、いや、もう本当ほっとしたと同時に、もう自分でよかったのかなっていう。でも一次審査の時のなんでこの審査に応募しようと思ったのかっていうふうな志望動機を書く紙があったんですけれど、そこにも今までお世話になった人たちにテレビを通してだけれども自分の姿を伝えたいっていうのを見てもらいたいっていうのがあったので、もうこれはもうチャンスだなと思って、もう頑張ろうと思って、もう本当にその時は心臓バクバクでした受けた時の手応えはどうだったんですか？最初よっしゃーだけど、なんかすごく、いや、でもさっきも言ったように自分でいいのかなっていうのはあったので、よっしゃーと同時にちょっと心配がありました。複雑なね、行ったり来たりの気持ちもあったかもしれないですね。はい、そして無事皆さんね、出演を果たして本当に素晴らしいステージを届けてくださったんですけれども、この出演、注目度も高かったと思いますし、これをきっかけに変わったことあったんでしょうか？神原さんいかがですか？そうですね、出演して変わったことっていうと、分かりやすいので言うと、街中歩いてたら普通にマスクしているのに「すみません、パラリンピックの開会式出てた方ですか？」って普通にスーパーで買い物してる時に声かけられたりとかそういうのがあったりとかして、やっぱり皆さん見ていただいてチェックして、で必ずすごい感動しましたみたいな、すごい熱い熱量で皆さん声をかけてくださるので、でも年配の方だったり若い方だったり、なので年齢とか関係なくいろんな方に届いたのかなっていうのは、街中にいてもこう感じることがありますね。まあそうです。一気にね、多分顔も含めての知名度が上がっていったっていうところがあるでしょうね。で、今 YouTube コメントでゆいちゃんにまた会えて嬉しいですというようなコメントもいただいているようですけどちょっと緊張してるんですけど頑張ります、はい、どうですか、和合さんはこの出演機会変わったんじゃないですか。いろいろ本当に変わりました。その周りの友達とかお知り合いの人から近所の人とかもそうだったんですけど、本当にすごくかっこよかったよっていう声と同時に、その見ていなかった人たちからなんか出ていたんだ、なんか見ればよかったみたいな感じの声もあって、やっぱりそういう人たちが結構みんな言うのは、この自分が今回パラリンピックの開会式に出たことによって、そのこれからのパラリンピックも見ようと思ったし、障害を持っている人たちに興味を持つことができたっていう声が結構あって、それが本当にすごく嬉しかったです、はい、そうですよね。きっかけとしてね、大きな一歩になっていたのかもしれないですね。で、今回この、パラリンピックの開会式テーマが「片翼の小さな飛行機」というコンセプトだったんですけれども、このテーマは大前さんどうですか、どういうふうに捉えられましたか。そうですね、やっていく中でそういうテーマを、教えられまして、見えてきた感じなんですけど、その最初だから片翼の小さな飛行機、俺かそしたら車椅子でねこう現れた彼女がいて、僕じゃないんだっていうのでだんだん自分の役どころを理解していったという感じですね、はい、背中を押す側のね、支えていく側の方でしたね。そうですね、はい、ちょっと出しゃばりなんで、ね、今度はちょっと一歩引いてね、やっぱりしなきゃダメですね。はい、でそのね、片翼の小さな飛行機、ご本人は和合さんでしたけれども、どうでした、このテーマだったり役どころっていうのは。私です。はい。はい。いや、すごく片翼の小さな飛行機っていう役すごく気に入っていて、自分も右手がうまく動かせるんですけど、左手が全然うまく動かないんです。だからすごくそこが共通しているなと思って、自分とも似ているところがあるからこそ頑張ろうと思って役をやりました。じゃあこうね、役を演じる上では自然と共感できるような部分もあったんですかね。はい。はい、でも結構共感できないところもたくさんあって。そうですか、はい、例えば言える範囲ではい、結構その片翼の小さな飛行機は役的に言うと、みんな空飛んでる、自分も飛んでみたいなって思うんですけれど、でもやっぱり勇気が出なくて、もうそれの繰り返しなんです本当に、でも自分の場合は飛べなくてもいいから、とにかくやってみようっていう性格なので、そこを表現するのに苦労しました。戸惑うところを表現するところにちょっと苦労したと。戸惑ってないんだね。普段は。戸惑ってないんだけど、戸惑う演技をしなきゃいけない。はい、そうです。いいね。でもだからこそ最後の力強さっていうのが出たのかもしれないですよね。じゃあちょっと最後のテーマになるんですけれども、早いもので来年にまず北京、そして2024年にフランス・パリで次のオリンピック・パラリンピック開催されますけれども、今後のこのオリンピック・パラリンピックに対する期待っていうのはありますか。じゃあ神原さんからお願いします。はい、パラリンピックの開会式閉会式はやっぱりすごい気になりますし、なんかそれぞれの国らしさがやっぱり出るので、なんかリオの時だったらみんなで派手になんかサンバみたいな感じだったりとか、なんかこう日本だったら日本らしい何か例えばデコトラだったりとか、なんかそういうのがあったりするので、なんかその国らしさのパフォーマンスみたいなのが見れる機会なので、それはすごい僕的には開会式閉会式、オリンピックも含めて楽しみですね。はい、大前さんはいかがでしょう。僕はそうですね、オリパラが統合されたらいいと思ってますね。はい、カテゴリーが違うだけとかいう競技の数が多いオリパラみたいな感じの採点になったらいいなと思っております。今階級もね分かれているから、こう1個にしちゃっても階級が分かれているように競技もいろいろあるっていう形でも、ルールがねやっぱ違うだけというようないい気がしますよね。方がいいと思いますけどね。はい、和合さんいかがでしょう。はい、なんか今回自分がやっぱりこういう開会式に出演したので、その後の反響がすごく大きく、いろんなメディアに応えていたのでゆっくり競技を見れなかったっていうのがあったんです。だからすごく生で見たいと思うし、テレビからだけれど、そういうなんていうんだろう、そう、日本人が金メダルを取った瞬間とかもう全然自分の目で見れていなかったので後から見るだけで、はい、だからもう次のパラリンピック、オリンピックでもたくさんの人がきっとメダルを取ると思うので、それを期待したいと思うし、自分の目でちゃんと見たいと思います。ぜひ今度はじゃあこちらの観客側として一緒に盛り上がっていけたらいいですね、はい、皆さんありがとうございます。では続いてのコーナーに参りましょう。こちらです。はい、もっと知りたい3人のチャームポイントということで、ちょっとねちらちら皆さんどんな方かっていうのもここまでのお話でなんとなく伝わってきたかと思いますが、もっともっと掘り下げていこうと思います。ではパネルを出していただけますか。それぞれですね、皆さんに事前にアンケートに答えていただきました。いろんな項目聞きましたので、一つずつちょっとお一方ずつ伺っていこうかなと思います。結構いろいろ聞きましたからね。じゃあ大前さんから聞いていきましょうか。大前さんは義足のプロのダンサーで品川2020スポーツ大使ですが、まずニックネーム大前隊長、これはどういう、大前隊長の大前は僕の名字が大前なんですけども、はい、なぜ隊長かっていうんですけど、うん、やっぱりとりあえずその自分に自信をつけるためには、まあ、その昔なんかその偉そうなニックネームをつけた方がいいんじゃないかだから隊長、大前隊長そうするとこう見事に、ね、偉そうになってきたという、ね、成功しましたね。これ浸透してるんですよね、ちゃんと。あ、そうですね、隊長って結構呼んでくれる人も、ね、結構呼ばれてるイメージありますね。あ、そうですか、うん、じゃあ隊員がたくさん、大前隊員がそういうわけでもないです隊員ではないけれども、はい、一人隊長みたいななるほど。そしてその下の方に行くと、自分の好きなところチャームポイントというのが、左の列の下から2番目ですね、はい、ありますけれど、座り方が可愛い。そうですね、僕の、ダンスサーとしての一番の必殺技なんですけど、はい、床で座っている姿っていうのがありまして、はい、こういろいろこうさっきの踊りでもやりましたけど、こういう多分座っている、こう分かります分かります、これ必殺技なんですよね僕の実は。かわいい、なんていうんですかね、美しい、かわいいおしとやかな雰囲気と、はい、はい、これ必殺技です。常にこれはね、僕のダンスでよく出てくるやつなんで。どうですか和合さん、はい、必殺技なんかすごく絵になるかわいい、かわいいです、かわいいです、かわいい、かわいいです、かわいいですね、もう42歳のおっさんなんですけどね表情も含めていいですよね絵になる可愛さ絵になる可愛さということで、はい、やはり必殺技でした。ありがとうさあ、そしてですね、さらに行きましょうか。プロフィール拝見していきますと、生まれ変わるなら尊敬する人はという項目があるんですけれど、生まれ変わるなら大前浩一、尊敬する人はいないという、大前さんらしい気がしますけど、そうですね、僕はもう本当に自分のことが大好きなのでもう本当に自分を尊敬しているし、生まれ変わっても大前浩一になりたいです。いいですね。生まれ変わっても足がない人になりたい。生まれ変わっても足がない人になりたい。この本当に今のままの状態が一番気に入ってるんですよね。うん、やっぱしっくりきてるというかね。でもわかります。すごくなんて言うんですかね。私今回初めて大前さんお会いして、パフォーマンスも生で初めて拝見したんですけれど、なんか左足がものすごく魅力的っていう。この先の動きだったり、この先に何かがこう見えてくるような感じとかって、これもひっくるめて大前さんなんだなと。あ、これは必殺技終わり。そう、まさにそのポーズでも思いました。はい、素敵でした。ありがとうございます。はい。さあ、そしてもう一問。あ、YouTube コメントで隊長面白すぎる、隊員が増えました。面白すぎるとのことでした君も大前隊員、はい、あ、隊員が増えましたね配信の皆さんは今日から大前隊員です、はい、もう一問いいですかね、いきましょうか。ちょっとねこの中にいろいろ感覚トレーニングとか書いてありますけれども、これはどういったものなんでしょうか。そうですね、僕の売りは床で動くと同時になんか演劇的な感じ、役者的なノリで踊ってますんで、うん、ちゃんと音楽も含めて周りのちゃんと空気を感じて、ちゃんとそれに対してリアクションが出る体っていうのをずっと常にでいるようにトレーニングをしてます。普通緊張するとやっぱり自分のことでいっぱいいっぱいとか、今もそうなんですけど頭の中で喋ることでいっぱいいっぱいになるんですけど、ちゃんとね人の話を聞けるようになるとか、だんだん大人になっていってます私は。振りを踊るとかじゃなくて、この場所のこの空気感だったりっていうものを感じながら、そのためのトレーニングと。そうです。やっぱりもともと自己中で落ち着きがなかったものですから、少しでも人の話、そして周りのものをねちゃんと聞けるようになっていきましょうっていうことでやっています。なんか自己中というよりも周りを全部巻き込んで中心に来ちゃう空気感をお持ちではいらっしゃいますよね。そうですね、最終的にはそれが目的です。だから体調ですもんね。はい、じゃあ、最後の質問いきましょうか。神秘倒立とタットを今後の目標に挙げていらっしゃいますけれど、これはどういうものですか。神秘倒立というのは倒立の新体操の、じゃあ新体体操の機械体操の基本なんですけど、はい、それとタットっていうのはこういう手の先をっていう感じですかね。いろいろな形に。これはまだ発展途上ということですか。今後の目標に掲げてらっしゃるということは。うまい人に比べたら全然うまくないので、今練習をしているのと、すごい倒立をね。はあ。ちょっと失敗した。今の失敗なんですか。はい、今失敗です。すみません。ちゃんとピタッと足をね、ゆっくりね、本当はね、ここからね。抱えるんですけど。はあ。あ。はい、失敗です。これを練習しています、いつも。はい、これは今後の目標ですので、はい、はい、また完成を楽しみにしております。はい、ありがとうございます。じゃあ続いて神原さんのフリップいきましょうか。神原さんのフリップもいろいろ書いてありますけれども、趣味がゲーム。真ん中のあたりにありますけれど、ゲームお好きなんですか。ゲーム好きですね。ちっちゃい頃、もう幼稚園ぐらいの頃から好きで、もうゲームばっかりしててでゲーム好きでゲーム作る人になりたいなっていうので、コンピューターの勉強とかして、今もダンサーとシステムエンジニアの仕事が2個あるんですけど、なのでどちらかというともう昔からゲーム好きで。このコンピューターの世界に入って、そっちの方が断然長いんですけど、コンピューターのシステムエンジニアはもう15年ぐらい働いてますけど、ダンスは初めて5年ぐらいなので、はい、断然このゲーム歴の方が長いですね。システムエンジニアの根底にはゲームが大好きがあったっていう。ああ、そうですね。はい、そしてね、今一番会いたい人、好きな音楽歌手のところには椎名林檎さんのお名前もありますけれど、お好きなんですか。好きですね。リオパラリンピックの閉会式の演出でも入られてたんですけど、林檎さんが、うん、で林檎さんの曲を聴きながら練習して気持ち高めてをしたりとか、あとは僕のパフォーマンスとかも直接お会いはできてないんですけど、僕のパフォーマンスも演出家なんで見てくれてるはずなので。うん、なんかいつかお会いして、あの時の僕です的な感じでお会いできたら嬉しいなと思ってます。ちょっと心なしかもじもじされているような、はい、りんごさんの話をするときには、はいはい、そしてですね、すごく驚いたんですけれども、右側の欄の下から3番目にダンス用の車椅子との違いというところで、普段と同じものですと。これ普段専門のものじゃなくて、普段の生活用なので、例えばいろんな技がありましたけどね。なんかまるでダンス用のなんかパーツっぽいですけど、はい、これ実はお買い物したりとかするときに買い物かごを置くための棒で、もうすごい生活用の車椅子なんです、ね。あとは後ろにダンス必要なんですけどポケットがあったりとか、なのでもう全然普段の生活用の車椅子で、これでリオパラリンピックの閉会式も、もう東京パラの開会式もこの車椅子です。いろんな技がありますけど、あれは自分でこういろいろやってみる中で生み出していかれたっていうことなんですか？そうですね。例えば車椅子の上で逆立ちするのは、僕小学校の頃友達の前でこう自慢する一つみたいな、よくなんかこう逆立ちできる子がいたりとか、側転うまい子がこうどうだってやる感じで僕もやってて、まさかこんなね、社会人になってからもちろん人前で逆立ちなんてだいぶしてなかったので大人になってからこんな人前で逆立ちすることになるなんて全く思ってなかったですね。ね、結構こうタイヤも使ったりって、その車椅子自体をこの向きに置くだけじゃなくて、本当にいろんな向きに置いたり動かしたりして使っていらっしゃいますけど、どういうとこからその発想って出てくるんですか？ゲームでしょ？いやー、ゲームは関係ないかなこれはゲームではないそうですね。なんかまあ車椅子の不思議な動きだって、あとは例えばこの後ソロ踊らせてもらうときにタイヤ外してこうダンスの小道具に使ったりしますけど、タイヤ外せるのはここのボタンを押すだけでタイヤ外れるんですけど、パンクした時にちゃんと修理できるようにそうなってたりとか、別にねそれ用の車椅子じゃないんです。じゃあね、今こう乗ってらっしゃる車椅子もまさか自分がこんな活躍をするとは思わずに、そうですねきっと生み出されてますよね。そうですね。でももうなんか相棒的な感じですね。出会うべくして出会った車椅子かもしれないね。いや、でも本当に最初乗った時に一漕ぎで進む距離が全然違くて、これ軽いので全然違って、この車椅子欲しいと思って、高いです。45万円するんです。すごいこれ、あんまり相場を知らないですけど、そうなんです。でも一生懸命貯めたボーナスとかをつぎ込んで、もう衝動買いでしたね。それを乗った後1ヶ月後ぐらいには注文してましたね。でもそのね、高価な車椅子を分解したり乗ったり、なんですか、ひっくり返して乗ったり、いろいろなさってるって考えるとちょっとドキドキしちゃいそうな気もします。一回そういうこの車椅子のメーカーの展示会に行った時に、ここをこうやってやってダンス踊ってます見てもらったら喜んではもらったんですけど、その乗り方、そこのパーツ曲がるかもしれないですねみたいなのとか、ちょっとドキドキしそうな、ここで逆立ちしますけどそこを曲がるかもな、折れるかもなみたいなのは言われて、メーカーの人はね、なんか不安がってましたね今のところ丈夫に。丈夫ですよ。めちゃくちゃ丈夫ですよ。これはもうほぼなんかそんな修理らしき修理してないので、タイヤ変えたりとか自分でメンテナンスするレベルなので、さすがですね。やっぱり運命の車椅子ですね。ケンちゃんにとってはあれだね、まるでアムロがガンダムに出会ったようにわかるかな、この場合。わかるじゃないですか。カメラ目線で決めましたね言ってやるぞっていうでも本当にこの車椅子じゃなかったらこんないろんな技はできてないですね、絶対。そしてね、今後の目標にはダンスの表現の幅を広げるとありますけれども、何かこう今やってらっしゃることとかあります？そうですね、まあ、僕リオパラリンピックの閉会式出てからなんかもういろいろバタバタしたりしてて、なかなか他のジャンルのダンスのワークショップだったり、あとはいろんな方の作品を見に行きたいけどなかなか行けてないっていうのがあるので、ちょっと東京パラが終わったので、なんかこういろんな方の作品見たり、ワークショップ行ったり、違うジャンルのワークショップ行ったりとかして、こう違うジャンルのものを自分の作品の、まあなんか僕一応ダンスのジャンル的にはコンテンポラリーダンスって言ってますけど、まあジャンルなんて合ってないようなものかなと思ってるので、なのでまあ自分のジャンルを作っていくように、いろんなジャンルのものを要素を入れていけたらいいなと思ってます。インプットを今後、ね、たくさんなさっていくということで、ありがとうございます。じゃあ和合さんのフリップにも行きましょうか。でここですみません、冒頭でもちょっと訂正させていただいたんですけれども、イベントの事前告知情報を誤って和合さんの生年月日2008年の1月8日と記載してしまったんですけれども、正しくは2008年1月10日ですね。110番の日です。覚えてくださいとっても覚えやすいお誕生日ですので、110番の日ということで、で、和合さん3姉妹の長女ということでね、はい、今回のための練習の時にも妹さんたちも来ていらっしゃいましたけれど今回このパラリンピックの開会式決まった時、はい、どうでしたご家族妹さんの反応は。いやそのメールが来た時が結構その昼間だったんですけど、うん、その昼間だから学校に行っていてで帰ってきてそのメールが来たよっていう話を親から聞いたんですけれど多分もう通らなかったらショックだと思うからもう寝る前にもうベッドでもそのまま寝れるような状態にするために寝る前に開けようと思って結構夜遅くの10時くらいにメールを開けたんです、はあ、で妹たちは寝ていたんですけれどそのメールを開いてそのなんていうの、審査が通過しましたっていう文章を読んだ時にさっきも言ったように叫んでしまったんですそしたらその妹2人を起こしてしまってうるさいと怒られました、はい、何が起きたか分かんないですからね、はい、妹さんからその時に言ったんですか実は合格したんだよ。いや多分自分が興奮しててうまく喋れなかったので、うん、その時は言ってなかったです。しかもその次の日も学校があったのでやっぱり寝ている間に邪魔をしてしまったのであごめんねって安心して寝ていいよってなんでもないよ、はい、はあ、改めてじゃあ後日伝えて、はい、どうでした？大ニュースですよね。ですね。でもなんかその妹たちはやっぱりまだ小さいので、うん、そのパラリンピックというものがあまりよく分かっていない年だと思うんですけど、うん、でも練習でこういうことをしたんだよとかこういうのに出るんだよって毎回家に帰ってお土産話を持っていくとうわーねえねえすごいのに出るんだねって言って毎回言ってくれてもう本当にそれが自分の力になって毎回練習頑張りました。なかなかね家族以外には口外できないですもんね、はい、ああいう大舞台の話っていうのは そうですね。じゃあ身内のね妹さんやもう妹もう会場でめちゃくちゃもううるさいのもうリハーサルからさもうさペチャクチャペチャクチャさ、ね、今日もねえねえの応援にね、はい、可愛いですね盛り上げに結構おとなしいと思います。あ今おとなしい今日これは昼間はさ本当にさゆうちゃんよりさもううるさいよね、はい、騒がしいですね馴染むのも早いですもんねいろんな場所でね、はい、楽しく練習にも来てくださってました。さあそしてですね、はい、先ほどもねユーフォニウムを演奏していただきましたけれども、はい、部活動吹奏楽部ということで、はい、これは始めるきっかけはありましたか？もともと小学校で部活じゃないんですけれど、うん、課外授業みたいな課外活動みたいなもので、うん、その吹奏楽部が小学校にあってで4年生から入れたんですけれどその3年生の時にもう次4年生でこの部活に入れると思ってでもすごくその楽器を持って演奏している友達の姿を見てすごく憧れていたのでよし入りたいなと思って親に交渉したんです4年生の時に。もう入れるからさなんか一回ちょっとやらせてみたいな感じで言ったんですけれどなんか全然ダメで通らなくていやなんかその頃結構体が弱くて入院もずっと繰り返していたのですごく体調面的にも心配されたんです。楽器吹けるのとかあと毎朝朝練あるけれど大丈夫なのっていうふうにすごく心配されて4年生の時には入れなかったんです、うん、でもその時にもうまだ来年があるからその時リベンジだと思ってその時はもう絶対入っていいよって言ってもらえるように交渉しようと思って5年生になって行ったらじゃあ、まあやってみようかっていうふうに親も言ってくれて、はい、そんな感じです。それは何が5年生の時には聞いたんですかね。交渉はどんな感じで？その自分の交渉ももちろんあったとは思うんですけれど、うん、周りの先生方がやってみたらって言ってかっこいいよね楽器みたいな感じですごくサポートしてくれてそれでなんか親もそっかじゃあまあちょっとやってみるかみたいな感じで、はい、じゃあ1年かけて周りも巻き込みつつ、はい、そうです。たどり着いてこの吹奏楽の活動も始めたと、はい、中学に入っても楽器は大好きなので今もやってます。うんそうですね、はい、今は部活動としてもなさっているということで、はい、まあねここまで聞いて皆さんももうなんて素敵な方だろうと思っていると思うんですけれどちょっとここで大前さんと神原さんにもねご協力いただきたい項目があるんです。はい、和合さんのフリップ抜けますか。このね、自分の好きなところってここ未開拓って書いてるんですよ。どう思いますちょっとこれは今日ぜひぜひあなたのチャームポイントはここだよというのを、もう今オンラインで見ているあなたが、そうですよね、皆さんもお寄せくださいちょっと書いてあげてください、はい、僕らがいくらでもいいことで多分できます。あれですかね、はい、やっぱり笑顔が素敵だと思います。ありがとうございます。そうですよね。そうですね。でも自分で笑顔って書きづらいですもんね。というか口が小さいのでやっぱりうまく笑顔を作れないというか、自分ではそんな可愛い笑顔だと思ってないので、いやものすごく可愛いですよ。多分その口が小さいのが自分では気になるのかもしれないんですけど、それが多分チャームポイントなんじゃないですかね。すごく魅力的ですよね。本当ですか。はい、そう笑顔とかなんか表情が素敵、いいですよね。大前さんどうですか。もうムードメーカーだよね。ああそうですね、うん、もう悔しいけどね体調の差が危うくなって、ゆい隊長がもしかしたら、いやそれはダメ、それはダメ、それはダメ、それはダメですか。大前さんが隊長ダメです。副隊長どうでしょうかね、ゆい副隊長、大前隊長のなかなかこういいムードになりそうですけどね。あら、ちょっと大前さん大丈夫ですか。大丈夫ですよ。体調の差が危うくなって、今ちょっと自信をなくしてるところ。でもね、その体調も認めるムードメーカーということで、本当にね練習の時とかもいい雰囲気にしてくれますよね。どうぞぜひ今後ちょっと自分で言いにくいですかね。笑顔とムードメーカーです。言っちゃえ言っちゃえ。あとあれだよね、なんか好きなお菓子は？お菓子？好きなお菓子？いっぱいあるけれど、よっちゃんイカが好きです。でもなんか結構コロコロ変わるんですけれど、今はずっとよっちゃんイカ食べてます。ほら和やかになったでしょ実証してくださったわけですね。YouTube からもはっきりと素直ですかね素直に答えてるところがいいということかな。あ、笑うところね、笑顔も素敵というコメントが来ているようですね。やっぱり笑顔もいいんですよチャームポイントはこれですって言ってニコって笑えばもうイチコロだと思いますいけるかな、ね、もう自分で言うよりも見せるのが早いということでさあ、そしてちょっとねお時間もなくなってきたので、次の質問に行きましょうか。10年後の自分というところに演技を続けていきたいというお話もありますけれども、はい、演技もねいろいろありますけれど、どういうものをやりたいっていうイメージはありますか。全然そこまで細かくは決まっていなくて、やっぱり今回はパラリンピックの開会式で演技をしてすごく楽しかったっていうのが一番頭の中に残っているので、それを大事に、なんかまだ将来のことは分からないけれど、はい、その演技もすごく楽しかったので、それを生かしていければなと思います。はい、そしてね最後のところに今後の目標にはチャレンジすることとありますので、ここまでで皆さんのプロフィールを深掘りしていくコーナーはおしまいにして、この後は皆さんにチャレンジしていただく企画をご用意しています。こちらです、はい、ボッチャにチャレンジということで、ここから皆さんにボッチャに挑戦していただきます。はい、頑張ります。ではちょっと準備をしますので、皆さんもご移動をお願いいたします。で、本来のボッチャというのは2人もしくは2チームでそれぞれ2色のボールを投げ合って行うものなんですが、あ、大江さん、これはトレーニング中ですね。イメージトレーニング中です。で今回は3名いらっしゃいますので、3色のボールを使ってまたちょっとルールを簡易版に変えて進めてまいります。本来赤と青のボールの2色なんですけれども、的になるジャックボールという白いボールを今回は投げるボールとして使って進めてまいります。で本来のボッチャはこの白いジャックボールをまず投げて、この白いジャックボールにより近い場所にボールをつけた方の勝ちというようなルールなんですけれども、今回はですねステージの上に的を用意しました。皆さんまだ投げちゃダメですよ、真ん中から3色に分かれていまして、3点2点1点と点数がついています。それぞれ2投ずつ投げていただいて合計点の高い方が優勝となります。で優勝した方にはですね、カメラさんこちら撮れますか、とっても可愛らしい先ほども出てくれました品川の3キャラクターのぬいぐるみ3つセットでお渡ししますので、ぜひ皆さん頑張って挑戦してください。さあそれでは大事な投げる順番、はい、大事ですね。私がくじで決めさせていただきます。怖っ、どうですか、最初よりもきっと後の方が感覚がねつかみやすいですかなって思いますね、うん、お一人目は神原さんです。ではもうご自身のタイミングで、はい、投げます。はい、どうぞお願いします。おお、自分でもびっくり。やばいってやばいって、2人目のプレッシャーをはねのけて、ボッチャのルール的に球をこう押し出してもいいんですよ。もちろん結構ですよ。当てれるなら当ててみてください。そういうのもねルールとしてはありますから。じゃあお二人目いきますよ。お二人目は和合さん。はい、さあどうでしょう。やばい、手汗がちょっとやばいです。やばいよね、滑らないように。あー、やばいやばいやばい。今日一番緊張されてるかもしれない。集中してご自分のタイミングでどうぞ。おお、神原さんに弾かれました。いやでもナイスプレーでしたね。すごい当ててきましたね。いい勝負です。3点と2点。さあということで最後3番目は大前さん。ここで全然当たらずになんか0点だったらちょっとダサいですよ。これはプレッシャーが。うん。でもやっぱりなんか大人の事情としてはさ、やっぱりゆいちゃんがこれはさ勝たせてあげたい。いやいや、そういうの言い訳でダメですよ。今言うと言い訳に聞こえちゃいますね、もう。よし、とりあえず神原健太のボールを走り飛ばすのだよね。角度としてはなかなかねいい位置に大前さんいらっしゃいますからね。よし。おっと、嘘でしょ。まあでもボッチャはね台を使って投げるというものもありますからね。投げ方は自由ということで本当にそれで大丈夫ですか？大丈夫よ。はい、では0点ということで手元は離れたらどう思いますか、お二人。いや、ちゃんとごめん、リベンジちゃんと優しい。本当はダメですよ。さあでは今度こそ第一投お願いします。魔球。でもそれでいくんですね、義足でいくんですね。スクリュー。あ、おおおお。はい、運命は残酷なものですね。これは的の外なので0点でございます。ということで第一投を得た時点では神原さん3点、和合さん2点、大前さん残念ながら1点です。いや0点ですよね。0点ですね。では2球目をお渡しいたしますので、まだあるのね。はい、まだあるのよ。次に決まります。1投目と同じ順番で投げていただきますので神原さんからお願いします。じゃあいきます。はい、ほっ、うまい。ちょっとビビりましたね。これで合計4点。4点です。はい、ということでちょっとね和合さんも逆転の可能性あります。真ん中の3に入れれば逆転ですね。2に入れれば同点。同点だった場合ってどうなんですか。はい、同点の場合はお二人優勝という形になりますが、一人優勝の可能性もあります。でも真ん中に近い方が多分。ね、普通点数高い。ああ、そうですね。この的に入れば同じです。怖い。さあ。2投目どうだろうということでちょっと通り過ぎてしまいました。1点追加で合計3点。さあこれでちょっとね優勝は神原さんかなというところですが、ちょっと待ってください。それはでもでもそうか、そういうことですね。真ん中の白ボールに当てて外に出せばこれは逆転で、だからここから超特高速で当てて、大前さんが3点に残ったら和合さんと大前さんが同点優勝で、もし大前さんも出てしまうと和合さんが優勝というものすごく面白い展開に。僕の真ん中の3点を狙うしか仕方ないですね。まず狙いをガチでいきますよ。じゃあ白に当てるのを狙ってですね、いきます。はい、あしかもあー惜しい。いやいやいや、ナイスチャレンジでした。ということで惜しかったですね。あとちょっと。さあということで、この的ご覧いただけますか。結果は、神原さんが3点と1点で合計4点で、和合さん2点1点で合計3点。大前さんは残念ながら0点ということで、神原さん優勝です。おめでとうございます。そのキャラクター嬉しいです。ぬいぐるみ。いやすごい白熱した戦いでした。はい、ぬいぐるみ娘がいるので1個だけもらって2個はゆいちゃんにあげます。おもちろんもちろん。ということで、はい、後ほどお渡ししますので、ぜひぜひ、はい、そこはじゃあ、はい、お二人でお話し合いください。大前さんはいらないですかね。僕は大丈夫ですか。ありがとうございます。妹が喜びます。ありがとうございます。ではちょっとせっかくですので感想を聞いていきましょうか。大前さんいかがでしたか。難しかったですね。そうですね。結構いい狙いだったと思うんですけど。はい、さあそしてじゃあ和合さんにも聞いてみましょうか。はい。いや点数で言うとやっぱり負けてしまったのですごく悔しいです。結構いいところまでギリギリ当たりそうで当たらないところでしたね。ですけどね。最初がね弾かれたのもなければ3点の位置にいたかもしれないし。さあそして神原さんいかがでしたか。いやーなんか思ったより転がるんだなっていうのを思いましたね。力加減が難しいですよね。難しいですね。ピタリと止める、まあ、それでいくと最初の1投目はもう本当にそうですね。なんかたまたまボッチャのボールなだけにたまたま、はいとかじゃないですかね。お上手です。ということで、ここまでボッチャにチャレンジしていただきました。あれ、おめさん何か言いたげですけど。ボッチャのね、競技の選手になるという道もあるからね。いや、それはいいかな。まあとりあえずダンスの方をやりたいと思います。はい、非常に皆さんいい勝負を見せていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ございました。さあでは引き続きまた少しお話を伺っていきますので、どうぞ皆さん前にお越しください。はい、やっぱりボッチャはね、最後まで何がどうなるかわからないですね。大前さんのボールが当たっていれば多分結果が全く違ったものになっていただろう。そうですね、僕が一番最初の真ん中の3を誰かが弾き飛ばしてたらわからなかったですね。わからなかったですからね。さあということでチャレンジをしていただいた後に改めてお話を伺っていきます。次が最後のトークテーマとなります。こちらです。多様性を認め合う社会へのムーブです。パラリンピック開会式、たくさんの方が出演されましたけれども、パフォーマーの数が全体でおよそ700人と、でその中で障害を持ったパフォーマーの方およそ160人参加なさったそうなんですね。でも本当にご覧になった方よくよくお分かりだと思いますけれど、皆さんの個性が本当に輝いていて、多様性の素晴らしさというのが表現されていたと思いますけれども、こういう個々の輝き、それぞれの輝きっていうものがパラリンピックの時期以外にももっと注目されて広がっていくためにはどうしていったらいいのかなというのを皆さんとお話ししていきたいと思います。でまずですね、世界的に昨今ダイバーシティ&インクルージョン、ちょっとカタカナで言うとピンときにくいかもしれませんけれども、性別とか年齢とか障害、国籍、それから価値観といったことに関わらずに、それぞれの個というものを認め合って尊重して活躍できる社会を目指しましょうという動きがありますよね。でこの今回の東京2020オリンピック・パラリンピックの開催、何か影響を与えたかなというところはいかがでしょうかというところで、大前さんいかがでしょう。そうですね、近いものになったと思いますね。パラリンピックを通してその多様性っていうものが、そういう人たちがいるんだということがメディアで映し出されて、こんな人たちがいるんだねっていうのがやっぱり広く知れ渡ったというのが一番大きなことだと思います。和合さんはいかがですか。大前さんと同じです。あとはやっぱりなんて言うんだろう、こういう自分もこういうテレビに出させていただいたことで、さっきお前さんも言っていたように距離が縮まったと思うだろうし、今回のこういう企画でも本当にそれに適している企画だなとすごく思っていて、その自分の学校でもやっぱり接しられるのは、接することができるのは校内の先生とか友達だけですけれど、でも本当にそこからも広げてほしいなというふうに思います。こういう子がいるんだよっていう、そういう話広げていってもらえたらとても嬉しいなと思います。神原さんはいかがでしょうか。そうですね、パラリンピックがあることで、今までなんか障害がある人のパフォーマンスを見たことない人が見る機会がすごいやっぱり多かったと思って、僕もなんかこう SNS とかで感想をもらうのは初めてこんなの見ましたみたいなのをたくさんいただくので、そういう意味ではこう全然違う体だからこそできるパフォーマンスっていうのは、なんかこう人の心を動かす要素になるんだなっていうのを改めて実感したので、なんかこう全然違う体だからこそ面白いみたいな、障害動向を置いといて全然違う体だからこそ面白いみたいなのを直感的に体感してもらえたら、なかなか普段の生活で多様性いいよねって思うきっかけとか経験ってないと思うんですけど、そういうなんかこう多様性っていいな、違うからいいなみたいなのを体験する一つのきっかけになったら嬉しいなって思います。家族や身近な方からのサポートっていうのが普段の生活の中であると思うんですけれども、神原さんそのあたりどんなふうに感じていらっしゃいます？そうですね、やっぱり家族のフォローは、僕妻と娘が2人、息子がいるんですけど、やっぱりすごくサポートしてくれたり、あとはダンス見て楽しんでくれてたりっていうのは自分のモチベーションにつながりますかね。和合さんもね、先ほど妹さんたちの話もありましたけれど、どうですか、周りの方のサポート。本当に力になっています。その自分がくじけそうになった時でも本当にいつもそばにいて話を聞いてくれて、本当に感謝しかないです。妹たちもいつも笑わせてくれるし、ねえ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 ってもいつも話しかけてくれるので本当に嬉しいし、もうそのおかげで笑顔も作れるし、本当に家族には感謝の気持ちでいっぱいです。はい、本当にね、今後これから個々の理解を深めるっていうことが大切になってくると思うんですけれども、そのために、あとは多様性の輪っていうものを広げていくためにどんなことが必要か、どんなことができるかなというふうに考えられますか。大前さんいかがでしょう。多様性の輪を広げるためにできること、そうですね、インフラ整備っていうことですかね。インフラ整備、僕だったら義足があるから踊れているとか、ケンちゃんだとかゆうちゃんだったか車椅子とか、みんなも例えばなんか自転車があるから遠くに行けてるとか、電車とか車とかっていうものも、僕らの、生きていくために、必要な道具とかアイテムみたいなことですよね。それと同じように僕らをなんかそのフラットにできる何か便利な道具とか機械とか人も多分そこに入ると思うんですけど、そういうものがさらに便利なものが開発されれば、だんだんそのなんかなんでしょうね、みんなにとって住みよい町、そして住みよい社会になっていくんじゃないでしょうかね。もちろんこう人の気持ちの部分っていうのにもよくフォーカスが当たりますけれど、そもそもシステムとして簡単に何か難しいことがない状態でいろんなことができるっていうところは大事かもしれないですよね。そうですね、もうパソコンがあるとか、このオンラインとかもね、もう今の時代だからね、便利ですよね。同じことですよね。はい、神原さんいかがでしょう。はい、僕は障害がある体だからこそこう気づいたことは、なんかよくある困っている人がいたら声かけましょうとかっていう、障害がある人がいたらお手伝いをみたいな話はよく聞くかなと思うんですけど、僕ね、それも大事だと思うんですけど、それと同じぐらい声かけるの勇気必要ですけど、それと同じぐらい勇気が必要なのは、自分が困ったら手伝ってくれませんかって言ったりとか、なんかね、例えば僕の妻とかも買い物行った時になんかもう扉開けてくれなかったみたいな話をしてたりするんですけど、それって子供連れてこう扉開けてくれなかったって後から誰も悟ってくれなかったっていうことをアピールしてますけど、やっぱり自分から言って開けてくれませんかねって言えば気持ちよく開けてくれるので、なんかお互い困ったら助けてくださいって言ったり、僕も階段があって困って駅で階段しかなかったら駅員さんに声かけてきてくださいますかって言ったら皆さん全然喜んで言ってくださるので、なんかまあ困ったら困ってますって言ったり、それがまあ人の気持ち的に気軽にお手伝いしますっていうのと、あとは社会の仕組みとしてなんか社会から見捨てられる人がいないように制度としてもできていけば、なんかこう、多様な人が楽しく生活できる社会が広がっていくんじゃないかなと思ってます。日本人は特にこう察する文化があるので、ね、もしかしたら余計なお世話かもとか、ちょっと迷惑かけちゃうかもって思っちゃうけど、まあ断られたらごめんなさいと言えばいいし、そうですね、忙しい人に断られても全然それは仕方ないと思うので、まずは一言声を上げてみるっていう。そうですね、なんかこう障害者自身も助けてだったり、障害がない方でもなんか困ってたらすいませんっていう勇気も必要なんじゃないかなと思います。そうですね、こうもう障害あるなしは関係なくお互い自分の気持ちを伝えてみるっていう一歩が進んでいくといいですよね。さあそして和合さんいかがでしょうか。はい、なんかこれは本当によく思うんですけれど、人は見た目ではなく本当に考え方だなと思います。そのやっぱり自分の場合は健常者の方と比べるとやっぱりできることは少ないけれども、周りに人がいれば手伝ってもらうこともできるし、本当に見た目ではなく考え方一つで見方やそのできることが変わるので、本当にすごく考え方が大切だなと思っていつも行動しています。だからよく結構みんなに、小学校の頃は入りたての1年生とかになんで車椅子なのとか、自分の体嫌じゃないのとか、なんで足が悪いのとか結構よく聞かれていたんですけれど、でもなんかそういう下級生にも言っていたように、この体に生まれてすごく自分は後悔がないんです。この体だったからこそ今回のパラリンピックの開会式にも出れたし、これからもこの体だからこそできることがたくさんあると思うんです。だから本当に人を見た目で判断してはいけないといつも私は思ってます。はい、はい、これをきっかけに本当にね、多様性の輪だったり、まあ、個人を尊重するっていうところが広がっていくといいですよね。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、YouTube から最後にゆいちゃんの笑顔は元気の薬だよというようなコメントもいただいていました。ありがとう、皆さんありがとうございます。さあそれではですね、ここからは3名の皆さんのパフォーマンスのお時間となります。はじめに神原さんと大前さんに、パフォーマンスを神原さんのパフォーマンスを最初ですね、はい、でそしてその後大前さんのソロで、皆さん3人でのパフォーマンスとなりますので、では大前さん、和合さん、準備のために一旦ご講談いただきます。はい、はい、よろしくお願いいたします。さあそしてこの後まず神原さんのお話ということで、ちょっと簡単にどういったパフォーマンスかを、はいはい、ソロのダンスを踊らせていただきまして、今までの人生をこう追って今のダンスの人生につながるのをやりまして、僕のこう一つ最初のシーンで、僕二分脊椎症っていう背骨の間に脂肪の塊があって、それがこう背骨を二分しちゃってる障害だったんですけど、はい、僕0歳10ヶ月の時に背骨1個取って、その脂肪の塊を取ってで背骨を戻したんですけど、そのお医者さんが背骨取って脂肪の塊がこう花のように開いてきたっていう、飛び出してきたっていう表現をしてて、なのでそういう背中を見せて脂肪の塊が出るっていう動きから最初始まったりとか、あとは僕自身に次途中同じ曲が2回かかって同じ振り付けをするんですけど、車椅子の上で踊るのと車椅子から降りて手で張って踊るっていうのを同じ振り付けをするんですけど、僕にとって歩くっていうのは車椅子で移動するのも歩くだし手で張って移動するのも歩くなので、なんかその対になっているものが全然違うイメージなのか、なんかこう同じように見えるのかを感じてもらえたらと。で最後は今までのダンス人生を詰め込んだ、シーンで踊らせてもらいます。はい、ということで、それでは準備をよろしくお願いいたします。皆さんどうぞお楽しみに。ではこの後はまず神原さんのソロの演技、そしてその後に大前さんのダンスパフォーマンス、さらに最後は3人皆さん揃ってのパフォーマンスとなります。どうぞお楽しみください。さあということで、神原さんと和合さんのダンスをご覧いただきました。この後に3人でパフォーマンスを披露していただくんですが、その前にちょっと和合さんにお話を伺いましょう。あ、今私和合さんと言いました。神原さんと大前さんのステージをご覧いただきました。ではちょっと和合さんにお越しいただいて、はい、いかがでしたか？お二人のダンスご覧になって。初めて生で見させてもらったんですけれど、すごく感動しました。なんか息も止めてしまうくらいすごく素敵で、なんていうんだろう、2人ともすごく引き込まれるダンスで素晴らしかったです。音楽と体もすごく合っていて、自分はあんなにうまく上手に体を使って演技をすることができないので、本当にプロだなと思います。はい、今後の目標になりますかね。はい、さあそしてこの後はそのお二人とここに和合さんも入っていただいてのパフォーマンスになりますけれども、はい、今お気持ちとしてはどうですか？実はこの演技を見てもらいたい人がいて、はい、友達なんですけれど、すごく歌詞がその子にしっくりくる曲なんじゃないかなと思っていて、その子はなんていうんだろう、すごく深く考えてしまう子で、すごく独立感を自分で思ってしまう友達なんですけれど、でも本当にその子に届けたい演技です。見てもらえたら嬉しいです、はい、今日ねご覧になってますかね？はい、そうですか。じゃあちょっと改めてメッセージを、見てるっていうので、見てるかな？見てね頑張るね。はい、はい、ちょっとねストーリー性もあるようなパフォーマンスになっていますので、はい、そのあたりもぜひ注目していただきたいですよね。はい、そうです。はい、このねこの間のパラリンピックの開会式すごく感動したわという方にも刺さるんじゃないかなというようなところがありますよね。はい、見どころ一言いただけますか？いやもう最初から最後までちゃんと切らないで見ていただきたいなっていうのがやっぱり一番あります。そうですね、はい、もうここまでご覧になった方はきっと最後までご覧になると思いますけれど、本当にそれぞれの役回り、そしてパフォーマンス、素晴らしい魅力の詰まったステージですので、では、はい、準備をしていただきましょうか。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では和合さんにもまた準備をしていただきます。さあということで名残惜しいんですけれども、これが本日の最後のステージとなります。東京2020パラリンピック開会式にご出演いただきました大前光一さん、神原健太さん、そして和合由依さんの3人によるパフォーマンスです。どうぞご覧ください。賞をもちましてチャレンジ&ムーブ多様性の輪を広げようオンライン配信を終了させていただきます。また本配信はアーカイブには残りませんが、同チャンネル品川2020ライブにて後日未公開シーンを含めたダイジェスト版の配信を予定しております。そちらの配信もどうぞお楽しみください。最後までご覧いただき誠にありがとうございました。バッチリ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 、すごい。多分画面の向こうで泣いてる人はいるね、これは。大前さんと神楽さんかっこよすぎて。いやいや、お疲れ様でした。ということで終わりたてほやほやの、まずじゃあ和合さんからちょっと髪の毛に乗ってるやつだけ取ります。乗ってないかな。どうでしたか、3人のパフォーマンス。パラリンピック後初めての舞台で、すごくちょっと緊張したところもあったんですけど、すごく楽しめました。仕上がりとしては。良かったんじゃないかと思います。はい、リハーサルもね、何回か重ねてましたけど、こう最終この形にまとまったのどうでした？いや、本当にこの3人でできて良かったなっていうのが一番で、ありがとうございました。ありがとうございました。いや今日のイベント全体としてはどうでしたか？はい、なんていうんだろう。たくさんの人に見ていただけたんじゃないかなと思います。学校でも自分が出るよって今回はパラの時と違ってみんなに言えたので、すごく友達に見てもらえたっていうのが嬉しいです。最後にね、ダンスの前のメッセージありましたけど、はい、あれ届きましたかね？届いたと思います。はいはい、ありがとうございます。言葉間違えました。独立感じゃなくて孤独感です。修正いたします。修正いたします。緊張すると言葉がおかしくなります。すみません。ご了承ください。っていうのも今伝わってるから大丈夫よ。はい、すみません。間違えてしまいました。やばいやばいね、やばいです。やばいです。はい。すみませんでした。バッチリでした。ありがとうございました。じゃあ神楽さんにも伺いましょうか。今日イベントどうでしたか？いやー、このイベントは僕的にはやっぱり主人公はゆいちゃんで、ゆいちゃんのためのイベントだと僕は大前さんとも言ってたんですけど、と思ってるので、ゆいちゃんがいい感じに目立って最後のシーンでこうバッチリ決めてくれたので、うまく締めれたと思います。魅力が十分伝わりましたか？はい、そのはずです。どうです？パフォーマンスの部分を振り返ってみて、3人でのこのパフォーマンスの仕上がりいかがでした？どうですかね。いや、多分パラリンピックの開会式見てくださった方はちょっとこうリンクするようなシーンがいろいろあって、そういうのとかこう懐かしい気持ちになったり、こういろんなものを思い出してくれる方がいたはずです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあいや、もう今回のイベントはね、こうゆいちゃんの優しい感じになって本当優しいイベントだったと思いますね。なんか久しぶりにホッとしましたね。なんか踊っててね。なんていうかね、最後のやつもなんていうのはもう優しい光の翼がね、画面の向こうまでなんか広がった感じがしましたけどね。僕と大前さんが主人公だとあれはできないですね。できないね。俺がとかなる。そう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 。今日なのでゆいちゃんだからこそできた役回りだと思います。そう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 、ゆいちゃんがありきでこれはね、できたもんだと思う。ありがとうございます。本当に生で見ててもそうですけど、画面越しに見ててもジーンとくる演出パフォーマンスでしたもんね。どうですか？何度かこういろいろリハーサルも積み重ねて練りながら来た最終的な形がこれでしたけど、仕上がり、願いに対して今のやっぱりゆいちゃんを結構最大限ポテンシャルが発揮できたんじゃないかなと思う。魅力を、伝えられた。ゆいちゃん的にもチャレンジしたと思います。そう、ここからね、その優しいねで純粋なこう翼を持ちつつ羽ばたいていってほしいなって思ってます。いやもう神楽さんも大前さんも優しすぎて、もう本当に救われます。みんな優しいですね。これはね、ゆいちゃんだから優しい。怖いのかな？人によるから。やばいわ。これがムードメーカーというところでね、みんなを優しくする。素晴らしいイベントにしていただきました。ありがとうございます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 。りがとうございます。ありがとうございました。一番の笑顔を、はい、お願いします。仲良しです。はい。